目を開けてやんなきゃいけない。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、質問コーナーですね。はいはい、年末にいただいておりましたので、たくさんありがとうございました。ありがとうございます。それでは1問目。はい、はい、1問目勝手に同世代だと思っていますが、みひろさんのご年齢が知りたいです。御年33歳でございます。はい、起業、はい、の際に経理などもお勉強はされましたか。はい、はい、経理の勉強をしました。でも超ベーシックなところはまずは頭に入れて、はい、税金のこうシステムだったりとか、そういうところは頭に入れさせていただいた感じでございます。はい、ロロのスタッフさんたち素敵です。皆さん副業で働いてますか。ありがとうございます。副業がいないですね。いないですね。はい、誰も今、はい、社員9名、はい、アルバイト5名の、はい、あの零細企業でございます。すごく小さい、はいはい、一生懸命生きております最近ファンになったので、ブランドを始められてから今までの歴史をお聞きしたいです。22で入社しまして、会社にね、はい、入りまして、はい、大手の普通の大手の会社に入りまして、で連動して学校に通い、ジュエリーを学び、はい、今に、26から7の年で個人事業主になりまして、で28で株式会社を立ち上げて今に至ります。はい、なのでそうですね、株式5年目そうですね、はい、ざっくりとお伝えするとそういう経歴でございます。はい、はい、ありがとうございます。恐縮ですみひろさんの感性やファッション、お人柄が大好きで憧れで、私の理想の女性像です。ありがとうございます。ありがたいですね。いや、なんかね、実際はすごい毎日ねバタバタしてしまっているんですけど、そういう風に見えているのであれば、だから頑張らないといけないなって、はい、でもね、二重顎が気になっているのでちょっと隠させていただいておりますけれども、はい、ありがたいと思っております。素敵です。本当にすみません。資金集めはどうされたのか教えてください。はい、全て実費で、はい、実費で自分のマネーでやっております。そうですね、はい、借りることはしなかったですね、はい、今のところ無借金で。そうですね、会社員の時に、はい、そうです、学生時代からずっと貯めているお金があったので、はいはい、それを使って、すごい慎重派なので、はい、そうですね、貯めてました。とりあえず学生の時からずっとアルバイトをされて、はい、ものすごくアルバイト、あの社会人の時もね、すっごい頑張って働いてお金貯めてたんで、はい、ありがたいですね、なんかこういう風なところがね。そうですね、はい、と思っております。はい、みひろさんにとって何がパワーの源になっていますか。ちょっとあの崩した体勢でやらせていただきますね、はい、責任感と、何でしょうね、責任感です。責任感ですね、はい、楽しんでほしい、働く人もそうですけど、お客様も、はい、そうですね、楽しんでいただきたいなっていうのを心から本当に思っていることです。はい、あと自分のね好きもあるんですけど、うん、まあ、次にのちょっとですね、好きもやりつつですね、うん、はい、はい、成人式二次会でのおすすめコーディネートはありますか。はい、もうね、肌を出して、はもう裸ですね。裸ですか。裸で行けばいい。二次会のコーディネート、はい、裸ですか。裸ですやったらですけどね、はい、羨ましいなって思ってしまいました今。だからちょっと意地悪言ってしまったんですけれども、はいはい、やっぱりちょっと背中が出てたりとか、はい、なんか少し露出が多いお洋服か、はい、すごくメンズのお洋服でいくかもしれません。ダボっとした、今流行ってるから、もう髪型とちょっと露出があれば、はい、あと香水パパッとかければ、はい、最高だと思います。おすすめの香水ございますか。
悩みをつけたらいいんだろう。でも今の子ってすごいおしゃれですもんね。そうですね。ギャルソンとかいかがですか？ああ、いいと思います。ギャルソンの香水。はい。あとあれ、H とか。H じゃない、パフューム H とか。はい。持ってますか、今。今日は持ってない申し訳ございません、はい、パフューマー H 後ほど、はいはい、この辺に出しておきます、ね、はい、はい、よかったら。アイスが好きすぎるのですが、はい、コンビニでも買えるアイスで好きなものはありますか？雪見大福、雪見大福です。サンドの飯より雪見大福。はい、はい、次いきます、はい、ロロの香水大きいの欲しいです。作ってほしい。誰か作ってほしい。容器と見つけるのが大変なんですよね、はい、本当に大変でございまして、はい、申し訳ございませんけれども、もう少しお待ちいただけると嬉しいなと思っております。はい、お気持ちありがとうございます。どうもありがとうございます、はい、会社経営をしたいと思った時、うん、まず何から始めましたか？会社登録と、はい、会社 の、 あの事業内容を書く用紙がございまして、はい、そちらをまず書いておりました。はい、はい、インスタを、いつもインスタを見てハッピーになってます。ありがとうございます。ありがとうございます。ハッピーになっていただいて。自分の中でブレない心の支えはありますか？ないです。ないです。はい、あのブレまくりです。めちゃめちゃブレれますけど、はい、ブレない、はい、でないように見えていたらラッキーです、はいはい、続きまして、はい、家でダラダラ SNS を見る毎日です、うんうん、脱却したいです、うん、脱却しなくていいです。何かやる気が出る方法はありますか？うん、大丈夫です。時が解決してくれます、はい、うん、でも、はい、なんか自分を見させないぐらい暇なじゃない状態に持っていくのが一番いいかもしれませんね、うん、あれやんなきゃいけない、これやんなきゃいけないっていうのはね、大事かもしれません。はい、はいはい、学生でも買えるお手頃のアクセサリーを探しておりまして、うんうん、おすすめのブランドありますか？ヴィンテージでしょうね。そうですね、お手頃となりますとヴィンテージのティファニーとかはいかがですか？はい、あの3000とか4000のアクセサリー、もし自分用であれば、あの手が出ちゃうところだと思うんですけど、うん、学生の時って、はい、絶対に残っていないので、はいはい、絶対やめた方がよくて、最低限でも1万円以上の瓶で、普通のブランドでも1万円だともしかしたらちょっとってなるかもしれないんですが、ヴィンテージであればかなうと思います、はい、ティファニーさんが結構個数を作ってるので、はい、安いんですね、はい、なのでおすすめです。はい、はい、毎日メイク教えてください。はい、美容家の方々がやってるのを真似します。こちら白、はい、こちらの下地と日焼け止めになって、日焼け止めになっておりますので、はい、こちらをルル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 ンと塗りたくりまして、はい、それだけなんです。肌は一旦で、こちらヒンスのライクアシーンというシリーズのものなんですけど、はい、使っております。で、主に使うアイスコーヒー崩っちゃってる、あの高田の、違うこれね、どんだけちゃんとやってないのかバレちゃうよ。こちらですね、目の周りを一周するようにブラウンを必ず塗るようにしておりまして、このベースをなるべく白く作るんですけど、肌のベースを。したら、このライカシーンに、これのパレットだけに限ったことなんですが、はい、この色と、この色と、この色、この色を混ぜまして、トゥ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 。って感じで混ぜて、上と下を一周する。一周、自分で言うのもなんなんですけど、アンニュイな感じ、気だるそうな感じのメイクを
心がけるようにしております。で今 SS なのでもう夏になるじゃないですか。夏春です、ね、になるじゃないですか、はい、なんでこのグリーンをちょっとだけ目尻に入れて、素敵ですね。はい、ちょっとあの何ていうの、季節感を出すようにしております。で夏になったら多分この辺ちょっと目尻置いたりとかして、うん、さりげなく季節を楽しむようにしております。はい、あとそれあとスックのリップ09番ですね、こちらをつけて、はい、眉毛がなんと直入れなんですけれどもすいません筆こちらを使っております。ケイトのアイブロウ 3D ブラウン系、旦那様との出会い、うん、教えてください。はい、マミさんっていうね、はい、あのご紹介です、友達のご紹介、はい、で付き合うようになりまして4週間かかったんですけど、4週間は短いですよね。短いですね、うん、今考えればうんちょっと行き急いだのかなで、なんかこの信玄餅、はい、硬いですね、優しいね。私から押したんですね。あ、押してね、はい、そうですね、すごく押しました、プッシュしました。はい、豊洲のララポートの、はい、芝生の上、11月の寒空の下、体育座りをしながら星空を眺め、話し、月島まで歩いて話しながら行き、今日こそ何か付き合うきっかけになることがあるのではと期待に胸を膨らまし、月島駅で解散したっていうあれって、そう、こっちはなんか準備できてるよみたいな感じ、はい、でございましたね、はい、うん、でちょっとおかしいんじゃないって LINE しましたどうなってんのって、何考え、なんか何もないんであれば、はい、さっさと区切りをつけなければいけないのでっていう話 で、 そうですね、はい、固まりました。あ、そこでご返答が、はい、そうです、そうです。で、あの次の日にあのお付き合いすることになったんだっていう次第でございます。はい、誰にでも（苦手な人もです）うん、いい顔をしてしまう自分が嫌になります。はい、めっちゃいいじゃないですか。そういう時ってありますか？全然あります。あります？うん。心の中では全然何とも思ってないけど、合わせることなんていくらでもあるので、全然合わせられるのは素敵なことだと思いますけどね。嫌なことは嫌って言った方がいいですよねそう、できればね、うん、はい、この畜生はこのブースみたいな感じで言わないとダメだと思いますけれども、まあ、そういう言い方でいいのか、まあ、そうよくはないですけど、心の中ではちょっとそう、ライフライフみたいな感じで言っておいた方がいいかなと思います。良いと思います。はい、はいはい、多いですね。やっぱり旦那さんとの馴れ初めとご夫婦の出会いや結婚までの恋愛エピソードをお聞きしたいです。恋愛エピソードでもイチャイ、そうか、旦那さんがちょっとロン毛だったんですよ、すごい、はい、腰ぐらいまであるロン毛で、はい、後ろで結んでたんですけど、はい、でうちの家に遊びに来て、もう付き合った後です、もちろん、はい、遊びに来て、はいはい、で、はい、こう、バスルーム、あのなんか洗面台の前にこう髪をほどいて立ってたのを見て、なんか あれみたいな感情になりましたね。なんか長いなって、ほどいたところを初めて見たので、うん、どちら様かなと、どちら様かしらっていう風になって、はいはい、で切ってましたね彼は。はい、びっくりされたって、ね、そうですね、ちょっとびっくりしましたってお伝えして、はい、たら切られておりました。はい、ずっと今はねもう短髪で短いですね、かっこいい、はい、です、うん、はい、そんな感じでございます。みひろさんの人生で大切にしていること考え方を知りたいです。楽しく暮らしたい、うん、
そうですね、はい、ひたすら楽しく暮らしたいなと思っております。はい、ありがとうございます、はいはい、あっという間でしたね。あっという間でしたね。もうちょっと次は盛り上げて、お酒飲んでればね大丈夫なんですけど、申し訳ありません。やっぱりちょっと旦那様とのエピソードが、うん、はお酒です ね、 ですね。面白くおかしく言えるのはお酒がないと、やっぱちょっと次やらせていただいた時に、はい、お酒のライブやらせていただいて、そうですね、はい、その時に共有させていただければと思います。そうですね、またご覧ください。よろしくお願いいたします。